こんばんは。なんて読むなんて読むんでしょうか。よかったらお名前の呼び方を教えてください。こんばんは。来てください。ブレイ君誰？ブレイ君誰？あなたの名前？ブレイ君に電話してよ。電話してよ、ブレイ君っていう名前？そこまでがフルネーム？あ、なるほど。翻訳されてるのか、これ。ブレイさん？ブレイ君？合ってる？ Your name is Blay？ 合ってる？耐えられなくなっちゃった。何？いいねを残してもいいですか？いいですよ。ブレイ君さんは、ブレイ君はどこの国の方ですか？Where are you from? インドネシア。テレマカシ。インドネシア語でコメントしてくれても大丈夫ですよ。なんて言ったらいいんでしょうね。あなたの国の言葉でコメントしても大丈夫ですよ。頑張って読みます。I plan. I see. ありがとう。コメントしてくれて。ランダムにスクロールしてあなたのライブ。あ、いいんだよ。何でも来てくれてありがとう。どんな理由でも来てくれただけで嬉しいです。見つけてくれてありがとう。運命かもしれませんね。ごめん。いいの。あなたはいいよ。あなたはいい。大丈夫。ブレイ君は OK。花えうい。花えうい。うい。ロマ字で書こう。My name is 花えうい。Please call me ういちゃん。You're welcome. さまさま。さまさま。I can't speak English. I can speak very, very, very easy English only. なんなら昨日も橋本環奈さんのアイドル時代の動画見た。YouTube で橋本環奈さんのアイドル時代の動画見た。かわいい。コメント欄にあるむしろ私たちは 何をしたんだっていう。橋本環奈はこの美しさで生まれてくるの、前世で何をしたらこの美しさで生まれてくるんだよってコメントがいっぱいある中、むしろ私たちは前世で何をしでかしたんだって書いてあるのがすごいよくて、ちょっとあツボだなと思った。橋本環奈にかなう人がおらんって。かわいいよ環奈ちゃん、顔ちっちゃい。色しんどい。かわいい。あなたはとても人気があるのですか？残念ながらノーです。あまりないです、人気は。来来世で橋本環奈になれるように期待。ありがとうございます。よろしければね、ブレイ君さんは ASMR を好きですか？ ASMR。 気づいたらもう寝てます。わかる。私もよく寝落ちしてます。あ、ブレイ君がいい？ブレイ君って呼ぶわ。ブレイ君でいい？ブレイさんがいい？どっちがいいですか？ういちゃんと呼んだ方がいいでしょうか？どっちでもいいですよ。でも、ういちゃんって呼んでくれたら嬉しいな。わかろうと思ってくれてるだけ嬉しいです。ありがとう。100% 理解できなくても、お互いね。わかろうとし、私はあなたをわかりたいしよ。あなたが私のことをね、分かろうとしてくれてる気持ちだけでも嬉しい。優しくしてくれたら優しくするよ。うん。あ、笑顔でいてくれれば。あ、でも分かんないよ。困ったよって言ってくれれば。分かるようにできるだけ頑張って伝えるよ。ただ、分からなくてもいいかもしれないね。あんまりさ、いいよ、日本語について教えるよ。冗談なの？冗談なの？教えるのに、わかることは。
分かることは教えるのに、なんで、まあ、分かることが少ないんだけどね。日本語も詳しくないんだけどね。普通に分かんなくてもコメントして大丈夫だからね。分からなくてもコメントを何でも打ってくれたら、何でも喋ってくれたら嬉しい。ブレイ君のところは天気わからないけど。会話の邪魔いいよ、全然気にしないよ、誰も。No problem。 あんな問題もない。全然いいよ、気にしないで。うん。あ、今気づいたの？あ、でもこれ、あのね、正しく認識されてないから、あんまり信用しないでね。2回押したら解除されるんだよ、チャンネル登録ってね。うん、覚えて帰ってね。おやすみなさい、皆様。ブレイクもありがとう。おやすみ、みんな。いい夢見てね。おやすみなさい、皆様。ありがとうございました。バイバイ。